ブラジル3世、4月から大学生です。4番夏の終わり。9年だそうですけれども、はい、最初は日本語大変だったでしょう。そうですね、僕ら外国人はやっぱりその難関というその言葉の難しさです、うん、でも歌を歌って日本語を覚えたんですって。そうですね、あと友達も作ったことも、うん、まあ事実ですし、あ、歌を通じてまあ勉強、日本語の勉強とまあ友達作りでとても嬉しい。とてもお上手でしたよね。ありがとうございます。じゃあ男とお名前をどうぞ。市内から来ました久保ブルーの健二です。おめでとうございました。ありがとうございます。今度は小金沢さんのファン、この歌を歌います。